マイケルスタイプマイク、ミルズピーターバックビルベリー REM はアメリカ合衆国のオルタナティブロックバンド。1980年に結成され、2011年に解散。2004年にローリングストーン氏が発表したローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第97位に選ばれている。2007年にロックの殿堂入り、 1980年に、ジョージア州アセンズにて、マイケル・スタイプ、ピーター・バック、マイク・ミルズ、ビルベリーの4人で結成された。米国のインディーレーベルヒブトにより、シングル、レディオ、フリー・ヨーロッパで1981年にデビュー。翌年に、A、A&M 参加のインディーレーベル IRS に移籍。5枚のアルバムをリリースした後、6枚目のアルバム、グリーンよりワーナーへと移籍。 1997年にドラムのビルベリーが健康上の理由により脱退。以後は3人で活動。2007年にロックの殿堂入り。受賞式でのプレゼンターはパールジャムのエディベバー。活動31年目の2011年9月21日、公式ホームページにて解散を発表。僕らのファン、友人たちへ、生涯の友として共に歩んできた。 REM としての活動を終わりにすることに決めた。ととコメントした。歌詞やバンドの姿勢に込められた文学的、政治的なメッセージや楽曲の高いアート性から、1980年代における US カレッジチャートのオスとして、アンダーグラウンドシーンに君臨した、オルタナティブロックレーメイキにおける代表的なバンドである。アルペジオを多用したギターサウンドと、 メロディアスなベースラインが特徴である。この時期の作品には歌詞が一切掲載されておらず、スタイプの歌唱も聞き取りづらかったために、アメリカ人でもほとんど何を歌っているのかわからないと言われたほど。そんなミステリアスな雰囲気を秘めた、ややニューウェーブ調で、パンクロック、サイケデリックロック、カントリーを彼らなりに消化した作風は、早い時期から注目され、デビューアルバム。 まあまあはローリングストーンの1983年ベストアルバムに選出された。遺跡後のアルバムグリーンにてマンドリンやアコーディオン等のトラディショナルな楽器を積極的に取り入れ、後のルージング・マイ・レリジョンの大ヒットへと繋がる。ストリングスを大々的に取り入れたオートマチック・フォー・ザ・ピープルノイジーなロックアルバムモンスター各地でのライブ演奏や サウンドチェックを8トラックに録音したニューアドベンチャーズ・イン・ハイファイと作風の異なるアルバムを次々と発表した歌詞やスタイプの歌唱は明瞭になりステージでは政治的なメッセージを声高にオーディエンスに働きかけることもその姿勢自体がオルタナティブロックの潮流の代表先区となっていった全米各地のカレッジラジオのサポートにより 徐々に人気を広げていった。初のヒットシングルとなった1987年のザワンアイラブはアメリカ、イギリス、カナダにてトップ20入り。アルバムドキュメントは初のミリオンヒットとなった。代表作は1991年のアウト・オブ・タイムでグラミー賞7部門にノミネートされた。収録曲ルージングマイレリジョンは全米4位を記録。 ベストショートフォームミュージックビデオとベストポップパフォーマンスバイエイデュオアグループウィズボーカルを受賞オートマチックフォーザピープルは死をテーマにしているとされ内省的な作風ながら全世界で1500万枚以上売れたサポートドラマーハット ABREM がオフィシャルサイトにて解散を発表2015年7月27日閲覧収録曲の マン・オン・ザ・ムーンは、実在した記載コメディアン・アンディ・カウフマンをモチーフに、しており、後に制作された彼の電気映画のタイトルにもなった。REM は、この映画の音楽も担当した。REM、ルージング・マイ・レリージョン・アット・ディスコグス・ハット・ REM、デッド・レター・オフィス・アット・ディスコグス・ハット・ REM ・コンセール・セット・リスト・アット・デザート・スカイ・パビリオン・フェニックス・オン・ノーベンバー4 1995セットリスト .fm, httpww.blender.com, ガイド 67,796, 33, シングスユーシュッドノーアバウトネハン ,html, レム睡眠に由来するとも言われているが、本人らは明言しておらず諸説ある。ありがとうございます。